はい、皆さんこんにちは。今日はですね、30分で1万円稼ぐ方法というのをお教えしたいと思います。ざっくり申し上げますと、今 Amazon プライムですとか、Amazon 普通の買い物で使っている方もすごく多いと思います。本当に Amazon という会社はですね、本当に1分で億を稼いだりとかする大きな会社になりましたけども、皆さん結構みんな価格を見るときにバーコードでAmazon のアプリでピッてをかざしていくらですって、 Amazon ではいくらですっていうのをやったことがあるんじゃないでしょうか。で、その価格を調べてるときにですね、その一番安い、だから今持ってるものよりも安く売ってて、しかも届けてくれると、すごく便利なサービスですけども、そういったですね、 Amazon を使って今すごく稼いでる方がいるという話を聞きまして、調べてみました。で、厳密に言うとですね、これは嘘でも何でもなくて1万円稼ぐことは可能です。ざっくり説明しますと、必要なアプリが3つあります。アマピという、アプリですね。こんなマークが出てきます。あとはですね、アマピプラスとかもあるんですけど、結局これは一緒なのでアマピで問題ないと思います。あとはアマゾンセーラーというですね、アプリがあります。で、このアマゾンセーラーを使うとですね、要するにアマゾンに倉庫があるので、そこで自分の商品を置いておくんですね。で、それが、売れるとお金になるという仕組みなんですけども、このアマピというサイト、あとはモノレートですね、例えばじゃあこちらのゲームモノレートですとか、今言ったアマピですとか、ウォッチドックスってこういうゲームがあります。これを、アプリのバーコードを使ってスキャンします。今画面がこう何もない状態なんですけども、このバーコードのマークがあるので押すと、こう読み込みができるようになります。今僕が映ってますね。で、これでこのバーコードの部分をかざします。そうするといくらですよ、いくらいくらですよっていうのがこう出てきます。で、これでいくらっていうのを調べて、で、さらにこの商品がどれぐらいの人気があって、さらに何ヶ月に何個売れてるのか、そして価格の下がり方がすごく大幅に下がってると、結局自分が買っても損してしまう可能性があるので、そういったところをこれでもまた見ることができます。で、例えばですね、例えばなしですよ。これをじゃあ買いました、市場では5000円で待ってます。でも3000円で買いました。そうすると2000円のプラスがあると思うんですけども、2000円の中から手数料というのをアマゾンが引きます。なので、計算をざっとしてみて、20% 利益が出るようだったら、これを買ってアマゾンに預けて、あと手数料を調べてですね、例えば500円手数料がかかりますと、1500円得だったら別に買ってもいいんですね。そうするとこれを、じゃあその3000のものを10分で見つけた、15分で見つけたとしたら、15分で1500円ですよね。30分で2個見つけたらっていうような計算で1万円を30分で稼ぐことも可能です。で、これはすごくちっちゃな商品なので、何千円ですとそんなに利益が出なかったりもします。ただ大きな家電とか掃除機とかですね、結構家電量販店でバーッとセールがやったりすると、そこで買ったものが例えば大量に人気だとっていうのを買い占めちゃうんですね。で、買い占めてからアマゾンの倉庫に送って、それで売ると。で、手数料をマイナスしても全然自分の利益が出ると。だから、なのでこう、そうですね、車とかがあると結構便利なのかなと思います。ですが、いいですか、確かに稼げるかもしれないです。1万円っていうね、額をやり方によっては。ただ、その1万円っていうのは確実に稼げるのか、だって考えてもみてくださいよ。家電15万円のものを買いますよね。で、じゃあ20万円で売れるとしますよね。だけど20万円で売れる保証はどこにもないんですよ。その商品が人気が下がったら、新しい製品のものが出たら、結局6ヶ月の間でも1個かもしれないし、大幅に価格が下がる。よく特に家電はありますよね。なので、そういったところをちゃんと見極めないと確実に1万円っていうのは稼げません。結構皆さんですね、そういった悪徳商法じゃないんですけど、そういったものに騙されやすいので、僕は稼げると言いましたけど、絶対に稼げるとは思いませんね。すごくリスクが伴うと思います。例えば、じゃああなたが買ったものを預けますよね、 Amazon セーラーに登録して。で、倉庫にかかるお金が1ヶ月5000円かかります。5000円を相殺していろいろ差し入って、結局自分の元にいくら返ってくるかというのと、そういうのも計算はできますけど、確実に売れるって可能
証拠はどこにもないわけですね。なのでいろんなグラフとかこう調べたら出るんですよ。何ヶ月で何個売れてるとか、どれぐらいの品があるとか。なのでやっちゃいけないのはこの Amazon にない商品っていうのは結局かなりニッチな商品になっちゃうので可能性が低くなるというので、なるべく控えた方がいいと思います。まあやってみるのはすごくいいと思います。結局その調べてそのモノレートの使い方とかこのアマピーだったりいろいろこうやり方はあると思うんで、僕は全然それはいいと思うんですが、確実に儲かるからというような商法っていうのはないです。いろんなネズミ講だったり、今マルチレベルマーケティングっていうんですか、ああいうね、あのよく歌われてますけども、ああいうね、旅行が仕事だとか、なんかサプリメントとかいっぱいありますけど、確実に稼げるなんてありえないですから、自分が動いて。なので自分で動いてその店に行って、例えば人気アイドルの DVD が出たとか CD が出たとか、そういうのも細かくチェックして、あ、これは Amazon より3000も4000も安いとなったらまだいいと思いますよ。その時はラッキーなんでね、趣味程度でできますよ。ただ本腰入れてやったら、まず5000円っていうそのAmazon の倉庫にかかるお金を回収しなきゃいけない。で手数料とかも結構家電バカになるのに3000、4000かかるんで、結局そこも調べず需要も分からずってやってたら、結局は自分が10万、20万ですよね、バン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 その倉庫に、 Amazon の倉庫に貯めてって売れなかったら全然プラスじゃないんですよ。だから今日 2,3 万稼いだとかいう人も中にはいると思うんですけど、それ稼げてないですからね。それは見込みなだけであって売れるかもしれない、ね、そんな打足なね、打算でやってて何がビジネスだって僕は思うので、それをやるには、まあ、そこそこのリスクもあるし、あとは時間もかかるし、あのドン・キホーテだったりとか結構そういう大手の百貨店とかなんかは本当にセールをやるとあっという間にライバルが買い占めていっちゃうんですね。まあ、さっき僕も言いましたけど、それが果たしていいことなのか自分の心に問いかけてみてください。他にも欲しい人もいますよね。そういうのも全部買って車に詰め込んで Amazon の中に送って、でそれで何個売れたかっていうのを計算してやるんですよ。プラス段ボールに詰めたりとか、そういった作業、その何ですか、送り先を貼ったりとか、そういうのもやんなきゃいけないんですよ。自分の仕事と副業で簡単に1万円稼げるとかね、じゃあそれ教えてから50万払ってくださいって、授業料ですよね、払ってやるのかどうかよく考えてみた方がいいと思います。そしてそういったビジネスを進める、今これ見てるね、あなた、協力してやるとか、まあ、あなたのためにとか、もうその痛い文句をね、騙すのをね、もうやめていただきたいと強く思います。なので、皆さんもですね、この季節、まあ、夏、まあ、季節わかんないか、7月の26日ですけどもね、まあ、この季節ね、あのバーベキューとか、 なんか飲み会とか、あ、もういいや、飲み会とかそういうの多いと思うんですけど、必ずそういうところにですね、高い可能性でそういったネズミ講だったり、さっき言ったね、なんとかマーケティングなんとかとか、そういう人が潜んでいます。丸ごとそれっていうこともあります。なのでそういったまあね、多勢に無勢というか、こうみんなに囲まれて、負けてしまうのではなくて、自分はそういったビジネスは根拠がすごく足りないとか、納得できないということだったら、ちゃんとそれはクーリングオフもできます。自分が例えばそのあれを知るのに何十万払ってもクーリングオフ必ず適用されますから、その講習会に無理やり連れてかれたりとかして、払ったお金もちゃんと返ってきますから、しっかり自分が見極めて、まあ、もちろん損はしないようにというのは当たり前のことなんですけども、まあ、とにかくですね、そんなに簡単に稼げることはないので、はい、まあ、さらっとね、こう紹介しましたけど、さっきのサイトとか、まあ、調べたらいくらでも載ってます。まあ、これ以上はね、あんまりちょっと言うのもどうかなと思うので、今日はこれにしたいと思います。長くなっちゃったなというわけで、1万円を30分で稼げる方法ということで紹介しました。それでは。